こんにちは。こんにちは。チャオ。スルグリューです。スルグリューです。建国士会健康。そのキャラ禁断の禁断のそのキャラ持ってきちゃった。建国士健康会の大橋先生、トマトにも詳しいってことで。はい。健康といえばこのトマト系の食材赤っていうことで大丈夫です。もちろんです。やっぱりリコピンというリコリコピンですね。背筋ピンで。はい。背筋ピン。はい、45話すみません、怒られちゃいますからふざけないでください、はい、今日はキキトマト、はいはい、ということでバナナに続いて、また5種類のトマトを買ってきましたね。これはやっぱりあれですかね、食育系の番組ですよね。ここまで来るとここまで来るとそうです。そうでございますね。今回も値段順に並べましたんで。あ、なるほど、はい、え、そうなんですか。そうです。でこれがですね、まずオスミックトマトっていうやつなんですよね。オスミック、500円します。おお、高い。はい。で続いてこちら、優等生。優等生の糖は砂糖の糖、これ相当甘いんでしょうね。和歌山県産ですね。オスミックは千葉県産です。で優等生が400円ぐらいします、うん、はい。ハニートマト、おで福井県産ですね。これも相当甘いんじゃないですか。350円ぐらいですね、はい。で続いてがガマトっていうんですかね、はい、愛知県産ですね。 JA さんのブランドトマトでガマトさんが300円ぐらいです。これなるほど、はい。そして最後がスカーレット、はい、スカーレットヨハンス。詳しいですね。あの13好き、250円ぐらいです。500円ぐらいから250円ぐらいまで。やっぱトマトって、いや、俺シーズンで食べますし、いろんなところでトマト食べますけど、はい、やっぱりその新鮮かどうかなんですよ。味はそんな分かんないですよ。ああ、そっかそっか。はい。だから、ちょっと分かんないですよ。はい。お、こんな違うって気になるかもしれない。なるかもしれない。ちょっとワクワクしてます。はい。若干。まずはじゃあ、また先生。先生からいきますか。ちょっとお友達の子呼んできてもいいですかね。え、友達ですか。友達ですか。すいません。はい。じゃあ、はい。じゃあ、はい。先生の友達がいる。はい、元気さんでーす。あ、元気さん。どうも。あ、元気さんどうしたんですか。元気さん、いや、すいません、はい、ちょっとトイレ行ってる間に、はいはい、鍵かけられちゃって。はい、大橋先生来てました。先生来てました。あ、じゃあ、あれ先生だったのと、はい、すれ違った。すれ違いました。先生が正直やりづらいもんね。みんな3人ともやりづらいと思います。そうそう、多分本人も呼んでくるって言ってましたよね。呼んでくる言ってました。多分やりづらかったんでしょう。なるほど、よかった。よかった、よかった。元気さんでよかった。いやー、これ素晴らしいっすね。ストレッチの時ですね。そうですね。じゃあ、元気さんからいきますか。いきましょうか。いきましょう、元気さん。高い順ですもんね。高い順です。はい、いきます。じゃあ、またこれ行かせていただきます。はい、お願いします。どれでいきますか、どれさん。いやー、わかんないからな、どれもこれとか、はい。そうですね。どうしようかな。どれがいいっすかね。そうしますか。はい。じゃあ、これにしましょう。はい。いいっすか、じゃあ。行きましょうか、じゃあ。はい、はい、来ました。はい、はい、みっけ、はい、みっけ。じゃあ、いただきます。はい、お願いします。おお、なるほど。はい、弾け方、食感、そして匂い、味ですね。これ今完全に頭入りました。入りました。来てください。もういけると。いけます。はい、どれからいきますかね。そうっすね。金額的に真ん中のハニートマトからいきますか。そうだね、ハニートマトからじゃあいきますか。ハニートマト、はい、はい、はい、じゃあこれでお願いします、はい、じゃあ、いただきます。はい。うん、全然違います。マジっすか、マジっすか。うん、どう違うの。これ美味しいっすね。美味しいっすか。うん、さっきのはね、硬、はい、あるんですか。酸味が強い。はい、こっちは甘いハニー名乗ってるだけありますね。マジっすか。なので、はい、私が食べたのはハニートーストで。すいません。そうっすね、食べちゃうんですよね。ハニートマトではありません。正解でございます。よし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 。違います。違いますね。ハニートーじゃないっすか。うん、ハニートーじゃなかった。これはいけるぞ。マジっすか。そうなんだ。次どうしようか。次どうしますかね。じゃあこのオスミック、一番高いやつですか。はい、はい、高いやつね。はい、一番高いやつね。はい、どうぞ。うん。似てるな。似てます。似てるのか。似てるぞ。でも、はい、私が食べたのは、はい、一番高いオスミックでしたっけ。はい、はい、ではありません。おお。
正解。はい。え、何で分かったんですか？何で分かったんですか？最後に僕が食べたやつ、はい、当てなきゃいけないやつっていうのは最後にね、舌がこうピリピリピリって。へえ、そんなんですね。そうなんだ。ピリピリするしたんですよね。そのがあるんですね。似てました。でも硬さ、はじけ方、後味が違かった。マジっすか？はい。2問正解。どうしますか？じゃあ、これ何でしたっけ？スカーレットですかね。スカーレット、一番安いやつですね。一番安いやつ、一番高いのの次、一番安いやつ。スカーレットいきます。スカーレット、ヨハンソン。はい、はい、ヨハンソンいきます。ヨハンソン、はい。似てるな。似てるんですか？トマトでしょ、だって似てるでしょ、どれも。これ一番安いやつですから。私が食べたのは、はい、スカーレット、ヨハンソンです。正解。よっしゃすごい。ラスト。元気さんすごいな。よっしゃ。でもね、これ結構難しいっすよ。むずいっすか？はい、正直すごいよ、元気さんは。そうですね、これは難しいけど、はい、なんか分かりました。あ、マジっすか？うん、やっぱそのピリピリ感、ピリピリ感、その通りです。本当に。あ、本当ですか？なんかだって一番値段倍以上違うんですよ。ですよね。似てたんですよ、この2つ。似てますか？ベロ怪我してるのかな。そこにちょうど傷に染み込んでる。染みだらけですか？じゃあ、まあ次行きますか。マッスルグリル行きますか？そうしましょう。マッスルグリル行きましょう、はい、ちょっと自分いいっすか？いいっす、いいっす、いいっす。いいっすか？いいっすよ。はい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 。つまりいいっすか？じゃあ、はい、大丈夫です。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、いただきます。うわ、あかんね、これ。いつものトマトだ。いつものっていうのはスマイルの中で言うとシツラスか。ああ、でもこれうまいかも。なんか甘さもあり、酸っぱさもありって感じで絶妙な。うん、なるほど。はい、OK です、OK です。 OK、覚えた、はい、覚えました。じゃあね、いきますね。じゃあ、はい、これ、はい、これがハニートマト。ハニートマトですね。真ん中のやつでしたっけ？そうですね。はい、はい、OK です。いただきます。むずい。すげえむずい。まあ、むずいっすよね。はい、バナナよりむずいと思う。うん、でも多分違う。これは私が食べたのはハニートマトではありません。正解。おー、よかった。でも似てる気がします、なんとなく。そしたら、じゃあ次、コズミック。コズミックいきましょうか。コズミックってオズミット、オズミック、オズミック、一番高いやつ。あ、一番高いやつか。いきましょうか。はい、はい、いただきます。これうまっ。あ、そうですか。あ、高いだけ。これめちゃくちゃうまいですよ。私が食べたのはオズミックトマトではありません。正解です。正解。すごいね。これ違います。これなんか、うん、甘いような感じしますね。なるほど。はい、次は3つ目ですか？そうですね、3つ目、はい、いきますか。じゃあ中華屋のやつのトマト、ガマト、ガマトですね。愛知県のやつでしたっけ？はい、いただきます。すごいブチブチっていう。全然違う。これは違うぞ。おー、私が食べたのはガマトではありません。正解。これ違いますね。これはやっぱね、ちょっと申し訳ないですけど、中身が少ない、旨味がちょっと足りないかなっていう。ほぼ水ですか？そういうわけでもないですけど、トマトらしいトマトっていう感じですね。なんかサラダに合いそうな。あ、そんな感じですね。なるほど。優等生か。優等生、優等生ね、言いましょうか、優等生。はい、いただきます。あと2個っすもんね。そうだね、これですね。はい、これか違うかってことですよね、言ってみたら。そういうことです。まあ、そうです。はい、うん、私が食べたのは優等生です。正解。おー。そんな違う。この前のバナナみたいな感じで、ここを境に一気に変わりますね。あー、なるほどね。気がしました。あの、これ食べてないから分かんないわ。食べてるよ、これ。いつか食べてる。ピリピリするやつだ、これ。これ分かるでしょ。これうまい。あ、うまいな。甘い、甘くはない。私、井上さんが一番好きなのするかもしれない。うん、多分これうまいわ。そしたら、じゃあ次アゾミが言います。行きましょうか。はい、トマト好きだから一応。あ、そうですよ ね。何個食ってきたかってことなんです。本当ですよね、一番食べてますからね。そうです、これで外したらもうやばいです。はい、そしたらなんかね、はい、これいいんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。どうすか。あ、僕もそれは思いますね。思います。はい、はい、これでいきますか。はい、はい、でではい、OK っす。はい、おお。うん、
ぶどうがあります。正解です。わかりました。はい、じゃあどれからいきますかね。どっからいきますか、聞きでね。はい、多分これにしましょう。あー、ガマトいきます、ね、はい、ガマト、はい、ガマト、じゃガマトです。はい、うん、似てるな。似てます、似てますか。いや、これだって、これ私が食べたのガマトですよ。これ全く一緒だもん。違いは違う。でもトマトじゃん、ただただのトマトだよ。いろいろ食べてみてもらっていいですか。そうしますか。そうしますか。いろいろじゃ見て食べて、食べてちょっと交換してください。じゃあこっちからいい。はい、スカーレット。スカーレット、はい、ね、あ、スカーレットか。スカーレットです。違いますよね。これはこれはこれだ。あ、そうっすか。で、ガマトみたいな。はい。で、これがハニー。ハニートマト。先これ言ってたら分かったよ。そうっすか。これ全然違いますよ、やっぱ、うん、これうまいっすね、確かに。甘いもん、異常に甘い。甘い、うん、うん、甘さのあれが違うわ。うん、なんか犬みたいな感じの甘さ。なんすか、犬って。乾いた犬の甘さがする。犬ジャーキー食うとなんすか。あるよ。いや、ないっすよ。一番特徴的なのは彼だね。一番高いやつ、これがね、俺の中で蜂蜜っぽい、一番。あ、そうっすか。甘いっすよね。甘い。いいの、わかる、わかる。ちょっと臭みっていうか、うん、なんかあの、獣っぽい臭み。そうそうそう。でもね、やっぱ思ったんですけど、やっぱ目が見えてる状態だと、はい、こっち使っちゃうから、わかんなくなります。ああ、逆にですか。なるほど。この状態で、はい、嗅覚がもっと繊細になります、ね。はいはいはい、うん。目から入る情報って、もう、かなりデタラメなんでしょう。いやー、うん、もう、ほぼ目じゃないですか、情報って、はい。確かにこれ、あの、本当に蜂蜜みたいですね、うん、これめちゃくちゃうまいですよ。なんだかんだこれが一番 いつも食べてるトマトトマトっぽいですね。そうそうそう、これは本当にザ・トマト。だから周りのやつが特殊すぎて。そうだね、一番特殊なのはこれ、うん、ですね、うん、でこれはなんかこうトマトというかフルーツかな、 トメイトって感じ。めちゃくちゃ甘いねこれ、うん、本当そうですね。癖すごくないもん、うん、何回食べても。いや、うまいっすよ、うまいっすけど鼻詰まってるよね。よくわかるね。ちょっと詰まってます。でも大丈夫です。犬さんも詰まったし、僕もめちゃくちゃ詰まってる。マジで俺、スースーなんだ。あー、食えば食うほどわかんなくなります。わかんなくなる。あのさ、ちょっと奮発してちょっと牛肉とかどうすか。あー、いいっすね。それはいいかもしれない。英語かみたいな、ね、そう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 。あ、それ面白いかもしれない。あと元気さんのやりたいんですか。僕はもう完全焼きそば。はい、カップ焼きそば。はい、あー、いいですね。 UFO と一平ちゃんと UFO 一平ちゃんペヤング。まあ、食べたことない人でも関係ないですもんね。関係ないですか。一回食べたやつじゃあどれだって感じですから。罰ゲームとかも次やりますか。じゃあ、やりましょう、やりましょう。タイキックやりましょう、タイキック。タイキック。それがまあ、ダンディのベロ中華って。ダンディのベロ中華やばいですね。負けに行くやつ出てくるかもしれない。まあ、それも気をつけないといけない。はい、そうですね。はい、じゃあ、またやりましょう。はい。はい、じゃあ、皆さんもトマトいろんな種類買って、聞きやってみー。みー。